発行は1940年代から1950年代にかけて活躍した中国の歌手、女優。七、大歌孔の一人。本名は、死香る一筋の白い光がスクリーンに映像を映し出す姿に強い印象を受けたことから芸名を発行とした。女優として、豆腐新、一大容器、媒介外かいといった映画がヒット。 1950年代末に芸能界を引退の後、マレーシアの首都クアラルンプールに移り住み、1999年8月27日に結腸癌で病死。発行は本名をシヒサシカオルと言い,い、1919年に北京で生まれた。女学校時代にシヒサシカオルは北平佐流劇団という劇団で、 早くながら進撃女優として、グ父の密出などの作品の舞台に立っていた。17歳の時に、母親の勧めで、大学教授と結婚、子供を産んでいる。しかし、夫が、教え子と、浮気したことで、子供を置いて離婚。1937年、六甲橋事件、日中戦争が起きた後、河。 北長政の設立した東和商事が東洋平和の道という日本のプロパガンダ映画を制作することとなり出演する中国人俳優が北平で一般公募された最終的に男女4人が選ばれそのうち女優が志久志薫と後に万英のスターとなる李明だった志久志薫は 映画デビューにあたり、映画とは一筋の白い光が、スクリーンに映像を映し出すものということから、発光という芸名を名乗るようになった。その後、リアキラと発光は、北京在住の関東軍報道部所属、山谷ール少尉と交流を持つようになり、しばらくして、リアキラと三加は同棲するようになる。三加は、リコーランを万衛に紹介した人物だが、かつて、 川島よしことも浮世を流したという雇用期、男性だった。また、中国に造形が深く、流暢な中国語を話し、王家通るという中国名を名乗っていた。リアキラと三家の中は深まるが、別の若い女性との関係が露呈し、リアキラとの関係は終止符を打たれた。が、それからすぐに、三家は、発行と同棲を始める。しばらくして、 発行は日本に、声楽の勉強に留学する機会を得た。日本では、リコーランと共に、声楽家、三浦玉城に声楽を支持した。しかし、それで、彼女の名が売れることもなかった。1943年、参加に、日本への帰国命令が出た。帰国後、参加は、国家反逆、機密漏洩、軍機反など、十数件の容疑で逮捕された。 発酵は、参加と共に、日本に渡り、参加のために奔走したが、何もできるわけもなく、しばらくして一人帰国した。中国の歌姫たち左から、発酵、ヨーリー、終戦、リコーラン、発酵、帰省音帰国した発酵は、映画、通り総春への出演の機会を得た。当時の大スター、チンウンの相手役で、発酵の演じる悪役は世間を、 あっと言わせるほど評判となり、これが、発行の中国映画界における、出世作となった。そして当時の上海映画界において、妖艶で、時には、乱らな発行のイメージは、当時多くの女優がしとやかで、清純なイメージで売っていた中で一人輝き、妖艶な濃い多きい女を演じさせたら右に出る者が、いないほどの存在となった。また、発行はもともとソプラノだったが、 声楽家、周小園の勧めで、アルト歌手に転じた。当時の歌手は、ほとんどがソプラノという中、アルト歌手に転じたことにより、個性を発揮、気だるく大敗的な歌を、映画の中で多く歌っている。これらの歌は、彼女の妖艶なイメージと、相まって、大ヒット、一大妖気と呼ばれるようになる。また、1940年代の上海歌謡界の7、 大スターの一人に称された。1949年、発行は、香港に移住、映画会社を設立し、積極的に映画を制作、主演した。そして、アメリカ人パイロットと結婚している。1953年、芸能界を引退すると、東京にナイトクラブを設立、経営を始める。しかし、このアメリカ人との結婚も破局に終わり、 それと時を同じく発酵は日本から撤退している。1969年発酵はマレーシアのクアラルンプールを訪れ彼女より20歳若いファンのガンリと知り合う。優しいガンリに心を動かされ二人は結婚30年連れ添った。1999年発酵は結腸癌でこの世を去る。去年81。 ガンリョウリュウは、発行の遺言により、葬儀は密葬とし、遺体は、クアラルンプール郊外の墓地に埋葬された。埋葬には、彼女の妹とガンリョウリュウの親族の身が立ち会った。1999年11月、EMI-100 大小編講史では、懐年、魂急務といった発行の代表曲24曲が、収録された、追悼版。 発行記念選手をリリースしている。2000年発行の一周期にあたり、世界各地のファンが発行の墓地を訪れ、魂急務、懐年発行と銘打った追悼会が行われた。ありがとうございます。